災者にとって家族も住まいも全てを奪い去った震災は思い出すのもつらい出来事です。それでも被災地の人たちは私たちに伝えてくれます。次の世代が語り継いで今後の被害を最小限に食い止めるために。私は精神的にも肉体的にも落ち込むことになり、死んだ方がマシだ、死のうと考え、そうしようとしました。でもできませんでした。私にはまだやるべきことがあると思ったからです。私には夢があります。式典にはニューヨーク在住の日系人やその家族などおよそ440名が出席し、1分間の黙祷を行うなど犠牲者を悼みました。また原発事故の被害を受けた福島県の高校生も日本から参加し、避難先で差別を受けたことなど震災の体験を語りました。この式典は震災を忘れないというメッセージを海外から送ることを目的に、震災の翌年からニューヨークで毎年開催されていて、今回で7回目となります。